はい、それではお時間、ちょっと押してしまいまして大変申し訳ありませんでした。それでは司法書士のですね、女性実務家座談会といたしまして、今日はこの新宿エルタワー本校から、司法書士の実務の世界、をですね、皆様にちょっと垣間見ていただこうという企画で、この女性の先生方をお3名ですね、来ていただきまして、お話をお聞きしようという企画でございます。このコロナの中ですね、皆さん方この悪の街新宿に、よくいらしていただきました。本当にありがとうございます。そしてもちろんそれは出席されて、くださっている先生方にも同じく言えることなんですが、ただ今ズームで聞いてくださっている方が30人以上いらっしゃるということですので、ぜひですね、皆様にとって、ちょっと司法書士の世界を垣間見ていただければ、我々にとっても幸いだなと思って、おります。それではどうぞですね、短い時間でありますけれども、皆様お付き合いをいただければと思います。ご挨拶遅くなりましたけれども、私この新宿エルタワー本校でもって司法書士のですね、講師をやっております雲野と申します。私自身も登録した司法書士です。そして実務もやっております。ただこの前にいらっしゃる3人の先生方の方がはるかに実務をやってらっしゃいますのでね、今日はそういった話をちょっと伺っていこうかと思っております。さあ、それでは私の話を聞きに来られたわけではありませんから、先生方に早速ですけれども自己紹介をしていただきたいなと思っております。もし可能であれば、司法書士を目指したきっかけも簡単にですねお話ししていただければと思います。まず私から見て右、南様から見て左の三浦先生から、お話をいただこうと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、はじめまして。私は平成29年2017年合格で、今埼玉の方で開業しております三浦和子と申します。よろしくお願いいたします。で、私の場合はですね、父が長年司法書士をやっておりまして、で私もそこで10年ぐらいですかね、補助者をやってました。で補助者として働いてる時は昔から父がその司法書士として大変なのを見てたので、こうなんていうんですかね、もう本当に細かいことでピリピリしてたりとか、大きな決裁がある前日とか眠れないって言ってたりとか、そういう姿を見てたので、最初は私なんか司法書士は無理だと絶対やりたくないと思ってたんですけど、補助者として働くようになって、でこう結構お客さんがこうありがとうございましたってすごい喜んで帰っていく姿とか見て、あ、司法書士ってこんなに大変だけど喜ばれる仕事なんだなってことをだんだん思うようになってきて、でちょっと勉強してみようかなって気になってたんですね。でこう自分で宅建とかちょっと取ったりなんかしてたんですけど、父の方から本気で勉強する気があれば司法書士やってみないかって言われて、で、援助するよっていうことで言ってもらったので、じゃあ司法書士をやろうかなと思って目指して受験 しました。で合格してからはこう、うちの父はですね、宇野先生もよく知ってるように、もうやめたいやめたいってずっと言ってたんです。で私が合格して、ですぐに登録して、今年でもう4年目になります。はい、以上です。はい、ありがとうございます。次はじゃあ荒川先生、よろしくお願いします。はい、千葉で開業しております司法書士の荒川純子と申します。今日よろしくお願いいたします。私は、平成19年の合格者です。登録して12年目ほどではないかと思います。開業してだいたい6年目です。私は夫も同業者でして、夫と2人で事務所をやっております。夫が先に開業しておりまして、そこに合流するような形で2人で事務所をやっております。夫と私が司法書士で、あと補助者の方も1人働いてくださってるんですけれども、その方は登録していないだけで司法書士の合格者ですので、司法書士資格あるもの3名で事務所を運営しております。
事務所のメイン業務は私が成年後見を多くやっておりますので、そういったところで夫が相続を多くやっておりますので、そういった形で事務所内で業務の住み分けをしながらやっております。今日一日よろし、今日短い時間ですがよろしくお願いいたします。荒川先生ありがとうございます。それでは中浜先生お願いします。中浜のり子と申します。よろしくお願いいたします。私は今恵比寿にある法人に勤務してまして、経歴としては最初からこういう法律系の業界にいたわけではなくて、大学卒業してまず、金融系の一般企業に勤めまして、その後留学してデザイン関係の勉強をした後にそれ系の会社に行って、でそこから、受験勉強をしてから司法書士になったっていう経歴になります。で、司法書士業界自体は、受験生の時に補助者で今の事務所でアルバイトをしてまして、その後ちょっと辞めて、勉強をして受かってからは、違う法人に、一社勤めてから今の法人に戻ってきた、アルバイトしてたところに戻ってきたっていう形になります。私も平成29年の合格になりまして、司法書士業界自体は5年ぐらいというところになります。よろしくお願いします。はい、中浜先生ありがとうございました。今日お三方の先生方に来ていただいたのには、実はですね、皆様に、女性ということではなくてですね、司法書士合格されてからいろいろな働き方があるということをちょっとご知っていただきたいなという思いもあったんですね。三浦先生はお父様の事務所で今もう実際にはもう実質代表司法書士として、個人で、司法書士の事務所、法人ではないですよね。ないですよね。個人の事務所を立ち上げていらっしゃる。そして荒川先生は今旦那様と、そしてもう一人資格者の補助者の方と、資格者が複数名いる、いわゆる合同事務所という形でですね働いていらっしゃる。そして、中間先生は、大手の司法書士法人の、勤務司法書士として、してですね働いていらっしゃるという、この働き方の違うお三方の先生方をちょっとお招きして、それぞれ、どういった今お仕事をされていらっしゃるのかというのをちょっと皆さんにお話しできればなということで、このですね、先生がお三方の先生方に来ていただいたという経緯もございます。それでは先生方の3人の今メインでやってらっしゃる業務、それからその、何か苦労話等々あれば、教えていただければなと思います。それでは三浦先生、じゃあその点よろしくお願いします。はい、私はですね、主に取り扱っているのが相続になります。で、なんでかっていうとですね、もちろん銀行とか不動産業者は付き合いはあるんですけれども、うちの、その昔やってた父がですね、あまりそういう、なんていうかね、あまり銀行が好きではないとか不動産業者が好きではないとかいうことがありまして、で、通常の事務所よりはそういうところの付き合いが少ないんです。で、逆にですね、私の代になりまして、市の広告広報とかに広告出させていただいたりとか、ちょこちょこ宣伝させていただいてて、こう身近にもう地元の方が気楽にこう相続の相談とか来れるような感じで今やってます。なので本当相続の、いろんな相続があって、私自身はもう楽しくて良かったなとは思ってるんですが、そうですね、大変な、去年ですかね、もう2年ぐらい前に 一度依頼された方で、その方はお子さんいらっしゃらなくて相続人が12、3人出てきたっていうのがあって、でもう一人どうしても連絡つかない、何にも返事も来ない、電話かけても出ないっていう方がいらして、もうそれはしょうがないのでって弁護士さんにお願いして、弁護士さんもすごい苦労されたみたいで1年半かかってやっとこの間本当にお盆前に終わったばっかりの仕事があったんですね。で、そういうのも大変なんですけど、終わった後にもその方もすごいよかったよかったって喜んでいただいて、なんですかね、やっててよかったなっていうのと、大変なことはあるんですけどよかったなって思ってます。あとはですね、メインとしては、もちろん不動産登記全般やります。売買とかもやりますし、
あとは、うちは他事業さんの付き合いが多いので税理士さんからこう商業登記とかいただいたりしてます。であと、相続の関係で2年ぐらい前にやった方がちょっと後見人が必要だということになりまして、で最初にその相続をやったご縁で私がその方の後見人もやらせていただいています。でそこの施設からもう一件お願いしますとも言われているのもあります。はい、そんな感じです。はい、三浦先生、三浦先生のツイッターを見てると、相続ですごく依頼人の方に喜ばれたっていうような、ね、貢ぎ物をたくさん事務所にやってくるっていう話を聞いてるんですけど、やっぱりあれですか、相続をかなり難しい、まあ、難しくなくとも結構地域の方から反響大きいですか？そうですね、うん、なんていうんですかね、こんなこと聞いていいんですかみたいな、ちょっとしたことで本当に特に市の広報とかに載せてると電話かかってきて、本当にすごい聞きづらいんですけど、こんなこと相談していいですかっていうようなことが多いんです。で、それで答えると、あ、もうよかった、安心しましたって言っていただけるので、なんか、まあ、地元の方に感謝されてよかったなって私は思ってます。そのお父様から のお付き合いのあるお客さんとかも多いですか？もちろんいます。はい、じゃあもう小さい頃からじゃないんですけど、補助者時代の三浦さん先生を知ってらっしゃる？あ、そうですそうです。はい、もうじゃあうまい具合で引き継がれて事務所、今お父様は実際、私の補助者として働いてます。補助者でらっしゃる。登録は私もやめて、登録やめて、逆に補助者登録しました。補助者登録。それはもうあれですね、もう成功パターンのあれですね。お父様 の事務所をうまく引き継がれ。はい、はい、どうもありがとうございます。はい、それでは荒川先生、今の業務等をお願いします。はい、私の方は先ほどちょっとお話ししましたが、一番ボリュームがある仕事は成年後見をやっております。で後見人というのは、法律職なのとしてやっているのかちょっとよくわからない部分もあるんですけれども、人の財産を預かって皆さんをお助けするというところでは、大きく捉えれば同じなのかなというところを感じます。私も最初司法書士の仕事で後見人というのはちょっと結びつかないような気もしていたんですけれども、やはり大きく捉えると同じなのかなというところですね。あと業務といたしましては、私千葉で登録をしているんですけれども、千葉の県会で相談員というものを行っております。で相談員というのは、例えば電話相談であるとか市役所 の相談ブース、もしくは県会の会館を大会を持ってますので、会館で行われる面談相談、そういったものの相談員もやっておりまして、どこに相談するかもわからないよという方の最初の窓口といいますか、お話を聞く役なども積極的にやらせていただいてます。メインの仕事はそのような感じになります。荒川先生、今リーガルサポートに、ご入会でいらっしゃるんですよね？はい、そうです。リーガルサポートはどうなんですか？千葉、もちろん私も神奈川のリーガルのサポートの件は存じてはいるんですけど、会によって若干違うと思うんですが、リーガルサポートからの実際の後見の依頼ってどれぐらい月に要請されますか？はい、県によってかなり違うと思うので、私は千葉のことしかちょっとわからないんで千葉に限定してお話ししますと、リーガルサポートという成年後見を受ける窓口となっている、なんていうんですかね、組織がありまして、そこに加入すると成年後見 の業務が受けられるという形で千葉では運営しております。で業務に関しましては手を挙げれば仕事は来る状態です。ですのでもし今後登録されて、お仕事1件目どうやって取るんだろうっていうのがやっぱり大きな、ハードル
目の前の業務をたくさんやるより1件目を取る方が非常にハードルが高いと思うんですけれども、そういったところで迷われている方がいたら、まず成年後見やってみるというのはいいと思います。手を挙げればある程度案件は来るのかなとは思います。今あれですかね、成年後見の、今荒川先生がおっしゃってくださったリーガルサポートというのは公益社団法人、日本司法書士リーガルサポートでしたっけ、リーガル正式名称リーガルサポートですね。で司法書士しか社員になれない、いわゆる司法書士のみで構成されている公益社団法人なんですね。で、いわゆる後見人などの候補がもともといない方っていうのがいらっしゃるので、そういった方たちに、後見人ないしは補佐人、補助人の候補として適当な人を逆に、見つけてほしいという依頼というのが、依頼とかそういう申し立てがあったときに、そのリーガルサポートに登録されている司法書士の方たちの、名簿というのが各家庭裁判所に今提出されてまして、その名簿の中から、マッチングをして、実際に後見人になる司法書士の先生を選んでいくというような制度になっていると思うんですけれども、今リーガルサポートでも加入の司法書士ってすごく減ってますよね。問題となってませんか。なんかこう不動産のね、やっぱ仕事の方が好景気で、景気がいいもんですから、なかなかリーガルの方の加入の人数が伸びないっていうことで、リーガルの先生たちが結構ね、苦労してらっしゃるっていう話聞くんですが、実際は荒川先生どうですかね。後見の仕事は増えているんだけど、司法書士がその後見業務に対してちょっとその及び腰っていうの面はありますか。そうですね、やはり、事務所の経営などを考えると、そんなに報酬が高くない案件も多いので、及び腰になってしまう方が多いのも事実だと思うんですけれども、ただ千葉に関して言うと、やはり、リーガルサポートに登録している方は直近で登録された先生方が多いんですね。やはり若い方中心でやっているイメージはありますの で、ただ手を挙げる方も少ない案件などはもう個別に誰かやってくださいというのが何度も回ってきたりする困難案件と言われる案件があるんですけれども、そういった場合はやはりなかなか受け手がいなかったりして、ベテランの方に頼んだりとか、そういったところで受け手がいない案件とかと、やりやすい案件をセットにして依頼をしたりするような形で、リーガルサポートもご苦労されているような雰囲気はあります。そうですよね。リーガルサポートの先生と本当理事の先生とかでお話ししていると、皆さんご苦労されていらっしゃる反面、もちろん需要は本当にあるというのは私もいろいろ見聞きして感じているので、司法書士の先生たちが多分ご苦労されていらっしゃるんだろうなというふうに思っていたので、ちょっとごめんなさい、こういったご質問をさせていただきました。それでは荒川先生ありがとうございました。じゃあ中間先生、今勤務司法書士として今現在のメイン業務と教えていただければ。はい、お願いします。事務所としてある業務としては、不動産商業が半々ぐらいで、成年後見以外は大体やっている形になります。で、その中で私が主にやっているのは、不動産系が多くて、相続とか信託とか、その人の資産に関するところ、亡くなられた後のお手続きもそうですし、それに関する対策の生前のところとかもやってます。で、税理士事務所さんから、ご紹介いただいて、案件を担当するお客さんが多いので、直接お客さんとやり取りをして、ヒアリングの部分からお手続きのところと、手続き完了してからの全てのところを一人で、担当しているっていう形になります。なんで特に分業でやってるっていうわけではないです。
はい、中村先生、勤務、法人で勤務している司法書士の先生にちょっとご質問なんですけれども、法人の場合には住たる事務所を持てるじゃないですか。いわゆる支店ですね。本店が あって会社でいうと本店があって支店を出すというイメージなんですが、その支店を出すときに、その司法書士が絶対に一人必要ですよね。ですよね。その支店を出すっていうことについての今打診とかは終わりですか。その ボスから支店を出すから、その支店長になってほしい的な依頼とは。あるよね。あるけれども、今は誇示してらっしゃる状態。弊社代表の出社九州なので、彼はそっちの方に出したいっていうのがあったりとか、まあ、いろいろちょっと構想があるみたいなので、日本全国広くやっていきたいっていう希望はあるみたいなので、まあ。違う、深い意味で、私が常々抱いている本店というか、法人化して、私は本店にいて、私の教え子を全国に、支店を展開して、司法書士に支店長になってもらって、私は上で上納金で生活するっていう、そういう妄想があることは講義中に言ってたと思うんですけど、それを今、石川先生は考えてらっしゃるのかなと。彼女がいる石川事務所はすごい大きな司法書士法人なので、もうすごく今何店舗ぐらいあるんでしたっけ、支店は。今は支店としては1店舗、うん、でこれからでもあれですよね、いっぱい出していく。そうですね、これから他のところにも出したいっていう希望はあるみたいなので、うちの事務所宣伝みたいになっちゃった。いや、どうぞ、いいですよ、いいですよ。弊社は特にその司法書士の年次とか、多分その在籍年数とか関係なく、おそらくそのやる気と、いろいろあれば、多分支店長とかも、支店長やらないというようなお話をもらったりとかもするようなところなので、いや、勤務の、ね、司法書士の実態って多分受験生の方あんまりご存じないと思うので、勤務していると基本的に中村さん登録はしている、してます、登録、司法書士登録をして、で一応事務所のボスとの間で勤務雇用関係はあるんだけど、一般的には自分の名前で、仕事も受けられるっていう状況が、普通勤務司法書士においては普通一般的なんですよね。ただ勤務司法書士で、事務所の仕事をサポートしたことに伴う給料プラス自分の名前で受けてきた仕事についての報酬、その、ダブルインカムがだから通常はもらえるというふうにはなっていくのが一般的かなとは思います。いろんな事務所がありますから絶対そうとは言いませんけれども、そうすると自分の名前で得た収入に関しては、報酬に関しては全部受け取れるのかというと、勤務のボスに何パーセントかを渡すなんていうのが、結構多くあって、それが何パーセント渡すのかによって、事務所によってなんかすごいところ、ね、三浦先生、ね、90% 渡せとかいう事務所もありますよね。9割渡せとか8割渡せとかっていう事務所とかで聞きません？そう、何パーセント渡せとかっていうね、取り決めをしてなんていう話はあるんですが、ただ中村先生はかなりボスの先生に、ね、信頼されて、自由にやらせていただいているようなんで、今私 の事務所の近くにですね、今いらっしゃって、ね、なかなかこのコロナの状況で、飲みに行ったりもできないので残念なんですけども、今横浜の 方面で働いていらっしゃるんですよ ね。あ、そうです、はい、はい、ありがとうございます。じゃあそれではですね、じゃあ次に今司法書士の業界は今コロナの状況を受けてですね、どのように変わっているのかっていう点や、特にこれからの
業界のそうですね、将来性などをもし思うところがあればお話しいただければなと思っていますので、ちょっと司法書士業界の現状並びに、まあ、そのコロナだとか AI だとかね、なんかそういうようなその影響ないしはこのあとオリンピック・パラリンピックが終わって、まあ、日本の景気がどうなっていくのかちょっと不透明ではあるんですけれども、なんかそういうところに向けて、何か将来性的なことをお話しいただければなと思います。じゃあ三浦先生お願いします。はい、そうですね、コロナの影響というのは、去年の最初の1回目の緊急事態宣言の時はやはりちょっとうちみたいなこう、ね、個人の方相手にしているところはちょっと依頼が少なかったかなっていうのがあるんですけど、ここ最近はそうでもなくて、何ですかね、結構相続なんかだと、今何ですかね、2年後でしたっけ、相続登記が義務化されるとか、そういう情報を一般の方も耳にするようになって、じゃあ慌ててやらなきゃいけないっていうような、そういうことでちょっとずつ何ですかね、皆さんこう相続登記っていう一般の方もニュースとかでやってるので耳にするようになって、結構今年になっては去年よりはもう本当に増えましたね。で、まあ、現状なんで、まあ、AI がどうのこうのって、まあ、手続き面は AI とかでもできるとは思うんですけど、こう一人一人のお話を、まあ、本当相続なんかは一件一件皆さん違うので、全く同じ相続っていうのは一件もないので、よくお話を聞いて、まあ、特に複雑な案件とかだと、きちんとこう依頼者の方に寄り添ったことを聞かなきゃいけないので、それをこうなんていうかね、こう AI が発達するから司法書士の仕事がなくなるとか、絶対そんなことは私はないと思ってます。逆に例えばそうですね、商業登記とかね、あまりそういう相手方があまりいないっていうか、ただ本当に手続きだけっていうほどに関しては機械でも何でもできるとは思うんですけど、そういうことだけではないので、司法書士の業務っていうのは何でもかんでもこう一本化できるようなっていう仕事は絶対ないと思うので、将来性っていうか将来なくなったりはしない仕事だなと思ってます。はい、ありがとうございます。では荒川先生、貢献業務の観点からぜひ先生の思うところ将来性等を教えていただければお願いします。はい、そうですね、まあ、貢献というところに絞って言うのであれば、まあ、どんどん高齢化が進んでいくので仕事は実際は増えていくんだろうな、まあ、日本のことを思うと喜んではいけないのかもしれないですが、まあ、高齢化が進むに従って、またお子さんがいない方が、まあ、ご老人の方でお子さんがいない、ご親族との付き合いが薄いという方はやはり後見人をつけていく方向性になっていくのかなと思いますと、やはり後見の業務というのは減ることはない、まあ、増えていくのかなと思います。形式が変わったとしても誰かがサポートしなければならないという事実は変わらないと思いますので、業務としては消えていかないかなと思います。あと三浦先生もおっしゃっていましたけれども、まあ、AI なのですよね、よくAI によって奪われる仕事100とかそういうのってネットに出ていたりとかすると思うんですけれども、私も司法書士の仕事は AI には奪われないと思います。私の事務所にご相談に来る方も何が悩みかもよくわからない、もう困ってる、でも何に困っているのかというのを説明ができる人はもう半分ぐらい実際は解決してるんですよね。何が困っているのかもわからない、どうしよう、何かやんなきゃいけないけど誰に聞けばいいのかわからない、そういった方の悩み、最初に窓口になってお話を聞く、これが司法書士の業務なのか他業種の業務なのかを切り分ける役のようなところですね、そういったところはやはりコンピューターにはできないところかなと思いますので、やっぱり司法書士の仕事、私も将来的にもなくならないと思いますので、安心して入ってきていただけたらなと思います。はい、そういう意味ではあれですよね、コミュニケーションスキルは司法書士にも求められますよね。ですね。
ですね、はい、そこはもう日々私も実務で感じているところなんですが、どうもありがとうございました。はい、じゃあ中間先生、将来性と司法書士業界の現状お願いします。コロナが始まった時期はやっぱり弊社もすごく仕事が減りました。びっくりするぐらい減ったんですけれど、もう今は現状普通に戻っている形になります。で、お二人の先生方もおっしゃってましたけれども、やっぱり司法書士の業務って AI にとって変わられるっていうふうに言われていて、ただまあお手続きのところはまあもしかしたら、例えば登記の申請の部分とかそういったところは変わってしまうかもしれないですけれども、私がやってる相続とか生前の対策のところっていうのはやっぱり何が問題で、その問題に対して、どういった方法を取って解決していったらいいかっていうのはやっぱりその例えばなんか選択肢があって選んでって AI にじゃあこの選択肢をこうクリックしていったからこれだよねっていうふうには絶対ならないところ で何が問題かっていうのも先ほどもありましたけれども、うまく喋れる人も全然いないので、それはこういうことですかこういうことですかっていうふうにお客さんとコミュニケーションを取った上で、現状を把握して解決どうやったら解決できるかっていうのを一緒に考えてあげる仕事っていうのは絶対残るので、そこのところで、昔は代書屋さんとか言われてましたけれども、司法書士のその役割のこう比重が変わってくるのかなと思いますが、仕事がなくなるっていうことはないし、弁護士さんとかも、同じようなことできますけれども、弁護士さんよりは全然すごい多分近い存在だと思うので、これからどんどん司法書士って活躍していく場があるのかなと思ってます。はい、ありがとうございました。それではせっかく今日女性の先生方3人方にいらしていただきましたので、そして今現状司法書士でですね、合格者の割合の中で女性は、4分の1約 25% 弱なんですね。ところが登録している司法書士だけに関して言うと 18% というような現状なんです。ちょっと古いデータなんで、また新しいデータがあれば変わるかもしれないんですが、そうなりますとやはり、登録開業している、司法書士の中でも女性は、マイナーな存在なんですね。ただせっかく我々4人集まりましたの でみんな司法書士です。で、そこでですね、今このご時世ですから男性が女性がっていうことを、特にですね、男性だからこれができる、女性だからここが得したっていうのはちょっとまたいろいろな問題が起こるかと思うんですけど、ただ忌憚のない意見としてですねお聞きください。あまりこううがったようにですね捉えていただきたくないなっていう本当に素直な感想、私は本当に自分が女性で司法書士として、実務で活動してきてマイナスに思ったことは本当に一度もないんですね。むしろプラスでしかなかった。いやそれはあれですよ、女を売りにしてるとか そういうことじゃないんですよ。そういうことじゃなくて、その、先生が女性でよかったって言っていただけることを本当に実務で何度も経験しているので、そういう意味でなくこう女性ならではのそのね、女性ならではのっていうか女性であって、こんなことをお客さんから言われたっていうようなお話をしていただければ、差し障りない程度でしていただければなと。司法書士と性別云々ということを言うつもりは全くないんですけれども、ただマイナーな存在ということで、そういう意味の中で今働いていらっしゃる3人の先生方にちょっとその自分ご自分の経験をお話しいただければなと思っております。じゃあ三浦先生、差し障りない程度でお願いいたします。はい、そうですね、実際女性の司法書士は少ないというか、私が所属している埼玉会では 17.5 とかそんなんだ、去年のデータだと思うんですけどぐらいで本当に少ないです。で、例えば、決済の場とかだと銀行さん、不動産屋さん、こう売り主さん、買い主さん全員男性で、それを仕切ってるのが私女性一人みたいな時もたまにあるんですけど、逆に相続なんかだと結構女性の年配のお客様とかも結構いらっしゃいます。で、そういう方とお話ししてると、あ、女性の先生とお話できてよかったとか、あとたまにこう家からこう出られない、足が悪い
お客さんのお宅にお伺いすることもあるんですけど、あ、なんかおじさんが来ると思ってたけどよかった先生が来てって言って言っていただけることも結構あります。で、去年ですね、私の所属している埼玉会で、女性のための女性司法書士による相談会という、まあ、こういうご時世ですので電話相談だったんですが、を開催しました。そしたらそれ初めての試みだったんですけど、埼玉会で、で、朝10時から午後4時まで電話がずっと鳴りっぱなしなんですね。電話5台あって、5台だったかな、4台だったかな、でずっと鳴りっぱなしで、受話器を置いたらもう1秒しないうちにすぐかかってくるっていう状況で、もう私たちも相談受けてる私たちももう大変だったんですけど、逆にその電話がつながらなかったって後日クレームが来るぐらい大盛況だったんです。で、そういう方々に聞くと、やはり女性特有の問題もいろいろ、まあ、家庭のお話とか、中にはちょっとご主人の悪口じゃないですけど、ちょっとこういうこと聞いてほしいとかいう方もいらっしゃいまして、女性の司法書士の方が話しやすいということが多かったんですね。だからもう本当に女性の司法書士って需要がすごいあるんだなって感じました。だけど現状は本当に登録している女性司法書士っていうのは少ないので、もうこれからもっともっとこう必要とされる存在なのに、なんでこう そんなに少ないのかなって思いですよね。で、例えば貢献、私は1件しかやってないんですけども、貢献業務なんかでもやはり施設の方に行くと、施設のスタッフさんとかケアマネージャーさんとか女性が圧倒的に多いです。なので、まあ、そういう中でこう一緒にお話しさせていただいて、やはり女性の先生でよかったって言っていただくことが多いです。はい、以上です。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ荒川先生、じゃあよろしくお願いいたします。そうですね、司法書士の業務そのものに関しては本当に男女関係なく、どちらの性でもできるものだとは思うんですけれども、やはり女性の方が話しやすいという、ま、言っていただけることは多くあります。ご相談の例えばお電話をかけてくださるのって圧倒的に女性が多いんですね。それが例えば旦那さん側のご相続であっても、例えば妻の方にちょっと電話してみてよって言っているようなパターンであるとか、まあ、そういった形でご本人は男性であっても、代わりに女性のご家族の方が私どもの事務所に連絡をくださって、実際ちょっと窓口のような形で進んでいくことが多いので、そういった方ですとやっぱり女の人だと話しやすい。あと同行したり、三浦先生もおっしゃってましたけど、お宅にお伺いするときですね、ご高齢の方ですと、まあ、男性が家に来ることさえちょっと変な目でご近所に見られるんじゃないかとか、そういったことはご心配される方も実際いらっしゃいますので、その方女性の方が安心、女性の一人のお宅に男性がお伺いするよりは女性同士の方が安心といったところは言っていただけることは多いですね。あと私青年後見人多くやらせていただいているんですけれども、お一人の女性の方がご本人様の場合はやはり女性に担当してもらいたいということで裁判所に希望をあげる方がとても多いので、それも私も女性なので、自分が高齢になったときに男性がしょっちゅう来るよりは女性同士の方がいいのかなと思うので、貢献業務に関しては女性指名という女性の方が多いので、そういったところはやっぱり女性の需要は多くなってくるのかなと思います。ただ本当業務に関しては男女関係なく進めていける業務だと思います。はい、荒川先生ありがとうございました。それでは中間先生お願いします。お会いする人がご高齢の女性の方とかが多いので、前に言われたことあるのはその方に限ってのことなんですけれども、やっぱ知らない若い男性とお会いするのがちょっと怖いから、女の人をお願いしますというふうに、指名されるっていうことはあったりもしました。あとは決済の場とかで手続きが終わってお金のお支払いのところを待ってる
時間とかがあって、その場合ちょっとずっとシーンとしてるパターンもあるんですけれど、あのシーンとしないでちょっとお話をする時とかに、あのたまに言われるのが、やっぱ司法書士のイメージがご高齢のおじいちゃん、男の方のイメージがあったのに、まあ、女性の方が来てっていうので、ちょっと話が盛り上がってその場をつなぐことができたりとか、そういったことはありました。あの決裁の地蔵になる時ですね。地蔵あ、いや、あの、まあ、考えてみれば、ね、人口の半分は女性でありますからね、女性の先生に頼みたいっていう需要があるっていうのは、理解はできるかなと思いますが、まあ、現状ね、あまりにあの女性の司法書士が少ないもんですから、もしあの、ね、目指していらっしゃる方がいらっしゃったら、ぜひその点あの、意識されてあの、ね、資格取得に励んでいただきたいなと。で、日々我々としてはあの本当に、まあ、もちろん、ね、性別を売りにするとか、そこを武器にするというつもりは元ないんですけれども、でも現状確かに、女性であって、あ、よかったなと思うことは、よかったなとか、あのお客様にとって、喜んでもらえてよかったなということは確かにありますので、その点はあの皆さんにぜひ、ね、お伝えしたいところだと思います。さあ、それではあの先生方、あのこれから、ね、ここにあのこの、まあ、ズームを含めて見てくださっている方たち、または目の前にいらしてくださっている、あの聞いてくださっている方たち、ほとんど皆さんが司法書士を目指していらっしゃる方だと思うんですね。司法書士になってこれが良かった、ね、またはあのこれから司法書士を目指す方にこれを、ね、あのお勧めするないしは、これやっちゃダメだよみたいなメッセージがあれば、あの簡単にお話しいただければなと思います。それではじゃあ三浦先生、まずお願いいたします。はい、そうですね、まあ、良かったっていうのはあのやはり何度か言ってますけれども、あの本当にお客さん感謝されるっていうことで、あの中には涙流しながら助かりました、もうこれでやっと安心して夜眠れますって言って、あの泣きながらお礼言っていただいたりとかすることもあるんですね。そういうのを見るとは、大変だけどやってて本当に良かったな、だから人助けになったなっていうような、あの一般の方って本当にちょっとしたことですごく悩んでるんです。それをポンと背中を押してあげるだけですごく喜ばれるので、そういう時は本当に良かったなって思います。じゃあこれから司法書士を目指す方へのメッセージを、はい、そうですね、あの、まあ、確かに司法書士試験はもう私も何度か経験して、もう異常なぐらい大変だったと思ってます。なんかもう周りからおかしいんじゃないかって言われるぐらい勉強した記憶があります。だけどそれを乗り越えて合格した先には、あの絶対あの今まで見れなかった世界が広がってるはずです、はずです。私もそうです。あの全然もう違う生活を、受験生時代には考えられないような生活をしてます。なのであのぜひ皆さん、あの特に女性の皆さん、あの試験勉強大変ですけど、ぜひ司法書士になってください。はい、ありがとうございました。では荒川先生お願いします。はい、あの三浦先生のお話と似てしまうんですけれども、やはりあの業務を終えた時にあんなに喜んでもらえる仕事、ま、あの自分が司法書士だから思うのかもしれないですけど、そんなにないと思うんですね。普通に、まあ、ありがとうって言われるのとはちょっとレベルが違いますよね。本当にもう人生を救ったみたいな、そういう瞬間があのやはりたまにあるんですね。こういった喜びを味わえる仕事ってなかなかないと思うんですね。そういった意味ではあのやりがいは非常にあると思います。で、今あの受験勉強されている方、あの本当にこの勉強は何だろうっていうぐらいあの難しいですし、量も膨大で、あの私ももちろん昔受験生だったので分かるんですけれども、やはりあのそれを超えた後ですね、なんでそんなに難しいかというと、やっぱり高度な仕事だからだと思うんですね。なので、まあ、誰でもできる仕事ではない、あのやっぱ試験を突破できる力、まあ、忍耐力も含めてかもしれないですけれども、そういったやっぱ特別な業務であるのは違いないと思うので、あの、まあ、大変だった分あの仕事を進め、あの始めた後の喜びも大きいと思うので、ぜひぜひあの司法書士になっていただいて、またお会いできたらなと思います。はい、荒川先生ありがとうございます。はい、それでは中山先生お願いします。お二人と同じような感じになってしまうんですけれど、
あのお客さんから例えばお手紙を終わったというお手紙をもらったりだとか、全部完了して納品した後にわざわざお菓子持ってきてくれてありがとうって言われたりとかすると、やっぱりこれやっててよかったなっていうふうには、ずっと思ってます。あとは、すごい苦労して、お客さん関係なくてもその手続き上すごい苦労してやったものがきちんと無事に完了した時とかはやりがいがあるなとは思います。で、司法書士の仕事は私みたいに勤務する選択肢と、皆さんみたいに開業されていく選択肢と自分で選べるし、どういったところをメインでやっていくかとかも自分で選んでいける、自分で選択してて進んでいける仕事だと思うので、だそういったところは多分企業に、一般企業に勤めていくところとはだいぶ違うところかなと思うので、自分で選択したところで、自分の活躍の場を広げていく、すごいやりがいのある仕事だと思うので、試験勉強は大変だと思いますけれども、合格した後にはそういったところが待っているので、なんですか頑張ってくださいというわけじゃないですけど、中間先生と三浦先生は平成9年合格ですよね。今の受験生に何かこれやった方がいいよ、これやっちゃダメだよありますか？記述がダメなんですとかっていうような受験生とか多分たくさんいらっしゃると思うので、こう比較的近い合格だと、ほら頑張って29年合格だから、まだまだ日も浅くていらっしゃるから、今先生からあった記述に関して言えば、当連と模試と過去問を結構ひたすら回しました。で、時間配分が多分すごい大変だと思うので、その辺はやっぱり当連と模試とかでやっていきました。で、あれ今会場受験とか必要なんですか？普通にある大丈夫です。私は会場に来れる、会場が近所にあったので会場受験で受けて、時間配分を気にしてずっとやってました。記述がね、ちょっとやっぱり今年も肝だったんですよ、結局でかなり実務を意識した問題になってきているので、なかなか純粋な受験生にとっては結構厳しい試験になってきてしまってるんですよね今ね。でも中間さんはあの時実務やってたんだっけ？補助者やりながら、補助者をやっている間は、受からなくて一回辞めて専業そうだね、それで合格された。あれか、何回ぐらい受けたんでしたっけ？6回受けた、はい、そっか、頑張りましたねでも合格したビフォーアフターでやっぱ人生変わりました？そうですね、6回受けたんですけど、6回ずっと集中できてたかって言ったらまた別の話になっていて、でもう途中で本当にもうこんな、一応集中できてなくても勉強はしてたので、もういい加減集中してこの生活から抜け出して司法書士をちゃんと取って自分の自由な時間を作りたいっていうふうに思って、最後は勉強したら受かりました。はい、ありがとうございます。でも三浦先生もあれだよね、合格して人生変わりましたよね。そうですね、お父様もね、はい、お父様の人生も変わったしね、うちの父がですね、もうなんか海野先生にも私よく言ってたんですけども、やめたいっていうか、早く受かれってずっと言われてまして、で、合格した時はもう私が今年合格できなかったらもうやめるぐらい言い出して、ね、だからお前は無職になるんだみたいなことを言われまして、もう本当に追い詰められて、もうこれはもう死ぬ気で本当に合格し取っていかなきゃいけないなと思ってやりましたね。で、記述に関してはどうですかね。私は補助者やってたので、比較的不動産登記の記述というのはそんなにこう私にとってハードルは高くなかったんですが、逆に商業登記の方が私苦手だったので、
あまりそういう方はいないみたいなんですけど、商業の時苦手だったので今でも苦手なんですけど、でもやはり卓越の方をきちっとやれば自然と、やはり多分宇野先生もよく言ってると思うんですけど、自然と記述分かるようになってくるんです。なんか何を聞かれているのか、何を先にやらなければいけないのかっていうのが、卓越をきちっとやってると自然と分かるようになってきて、あとはひな形だけなので、ひな形はもうひたすら書いて覚えるしかないかなって私は思ってます。はい、はい、ありがとうございました。はい、それでは3人の先生方に今貴重なお話をいただきまして、お時間の方もですね、そろそろ迫ってきて、おりますので、今回初の試みで女性の先生方、お三方に集まっていただいてですね、それぞれ先生方のポジションというか立場も、ね、独立して、お一人で、まあ、ボスとしてやってらっしゃる三浦先生、そして合同事務所という形でですね、司法書士の旦那様と一緒に、パートナーとして、合同事務所で勤務していらっしゃる荒川先生、そして大手の司法書士法人の、まあ、勤務司法書士として、働いていらっしゃる中浜先生、お三方をお呼びして今日はお話をさせていただきました。で私自身はですね、残念ながら皆さんに語るほどの実務経験があまりなくですね、まあ、私も、まあ、一人で、事務所を開いてはいるんですが、まあ、私も一人スタッフおりますけれども、ですが3人の先生方の話にですね、いろいろ今日は思うところありまして、非常に参考になった次第です。皆様方にもですね、大変有益な話、お聞きいただけたんじゃないかなと思います。そしてですね、レックでは実はもう一つですね、この8月にですね、8月28日に、実務家講演会、事務所説明会というような形で、実際に司法書士業務をこれから、始めていこうという方に向けた、講演会、説明会を予定しております。生講義では梅田駅前本校ということなんですが、これ同時中継で各レックの本校に配信をしていきます。8月28日土曜日の2時からということになりますので、実務家講演会、司法書士法人の大阪法務事務所の、河原田先生ですね、とそれから第2部 AI 時代に備えたい登記制度の重要性とこれから、ということで司法書士のですね、北詰先生、にですね、ご講演をいただくような、企画を用意しております。もし興味がある方はどうぞですね、こういった機会にもご参加いただければと思います。レックのホームページ等で告知されていますので、どうぞご確認いただければと思います。それでは今日ですね、お三方の先生に集まっていただきまして貴重なお話を、いただきました。本当にどうもありがとうございました。皆さん方がですね、司法書士を取って、行こうと思っていらっしゃる方が今日いらっしゃっていると思う。でこの、ズーム講義を受けてくださっていると思います。もう本当に司法書士の業務、お三方の先生がおっしゃったように、コロナのこの、状況にあっても本当に多くの司法書士が元気に頑張ってます。そういった意味で飲食店や観光業界の方には本当申し訳ないですし、影響を受けている他の業種の方には大変申し訳ないんですが、まあ、司法書士業界はそれほどというか全くというか、今現状は影響を受けていないような形ですので、ぜひですね、まあ、もちろんこれから何があるか分かりませんけれども、目指している方、自信を持ってですね、ある意味安心して、ね、目指す甲斐、のある資格だということはもう太鼓判を押していきたいと思いますので、ぜひですね、我々の仲間に加わっていただきたいなと思います。それはもう男女を限らずですね、皆さん方の新規参入を我々歓迎してますので、ぜひですね、司法書士業界に足を踏み入れていただきたいなと思っている次第です。それでは今日はこの生では新宿エルタワ本校から、女性実務家座談会として司法書士の実務の世界、3人の先生、を三浦先生、そして荒川先生、中浜先生をお迎えして、ご提供させていただきました。それではお時間ですので、一旦ここで、おしまいにさせていただきたいと思います。皆さんどうもご清聴ありがとうございました。